追い出し本つゆ満点レシピ、追い出し唐揚げをご紹介します。鶏もも肉1枚は一口大に切ります。鶏肉をビニール袋に入れ、キッコーマン追い出し本つゆ大さじ2を加えます。くびれを押して調節自在です。これを揉み込み15分ほど漬け込みましょう。鶏肉の水気を切ります。片栗粉適量をまぶしておきましょう。鍋にサラダ油適量を入れ、170度に熱して鶏肉を入れます。肉に火が通るまで揚げて器に盛りましょう。冷めても美味しいのでお弁当にもおすすめです。本つゆでジューシーな唐揚げをぜひお試しください。